どうもベルマです。本動画がですね、ジエルさんから展開されてる、もはや説明不要なぐらいですね、もう名作のコレクションのですね、ヘビーウェイトセットシリーズというのがあると思うんですけれども、もう今までもですね、このチャンネルでたくさん紹介してきたコレクションなんですよね。まあ動画で言うと、もうこんな感じですね。複数の動画にわたって、まあ今まではですね、このヘビーウェイトセットシリーズの中で、例えばアイテムの展開で言うと、パーカーだったりとか、あとはスウェットだったりとか、あとはスウェットパンツですね。最近はこんな感じでハーフジップとか、っていうね、いろんなアイテムをリサイクルしたわけなんですけども、もうね、新作の形とかないかなって思ってた中で、今年の2023年秋冬にですね、もう新型がリリースされまして、コストパフォーマンスがバグってるというところで、このファッションシーンの中でも、もう定評のあるですね、この GU さんのヘビーウェイトスウェットシリーズの中で、この生地を使った新しいモデルというところで、もうこのチャンネルでもね、絶対紹介したと思ったので、今回はですね、実物を購入してまいりましたので、アイテムの方ですね、詳細の方をレビューしていこうと思います。いやですね、まだまだ8月なんですけども、もう店頭行くとね、まあ、秋物の展開があったりとか、いろいろね、衣替えとかそういったところも始まってくるところで、まあいよいよですね、なんかじわじわ秋が始まりだしたところで、まあワクワクしますよね。もうファッションって秋冬が楽しいから。といったところで、早速今回ご紹介するアイテムの方ですね、出していこうと思います。で、アイテムの方なんですけども、こちら、じゃーん、はい。GU ですね。店頭の方で今回買ってまいりました。で、今回ですね、GU のヘビーウェイトスウェットシリーズの中ですね、新作がですね、2型出てまいりましたので、まず1つ目のアイテムから出していこうと思います。はい、それではですね、1つ目のアイテムなんですけども、こちらになります。じゃん。はい、こちらのアイテムになるんですけども、まさかのですね、スウェット素材でカーディガンが出たんですよね。こちらのアイテムのですね、正式名称なんですけども、アイテム名がヘビーウェイトスウェットカーディガン、カッコ長袖セットアップ可能というアイテムでございます。お値段がですね、税込みで2990円となっておりまして、今自分が手に持ってないのがこちら、オフホワイトとなっております。他にもですね、色展開ございまして、こんな感じ。はい、ブラックとダークグリーンの計3色展開となっております。で、今回自分はですね、サイズの方は、店頭で一番大きいサイズの XL を購入しております。いやね、動画の冒頭でも言ったように、このヘビーウェイトスウェットシリーズの中でさ、クルーとかパーカーとか、あとジップパーカーとかかな、もういろいろ出てる中で、もうある程度出し尽くしたかなっていうところあったんだけど、まさかカーディガンタイプが出てくるとは思わなかったですね。結構ね、スウェットのカーディガンってファッションシーンの中でも展開はあるんですけど、どちらかというとかなりカジュアルというか、アメカジライクのですね、アイテムとして登場する方が多いので、これ GU さんが出たのは正直驚きでしたね。まあね、GU の信頼と実績のあるこのヘビーウェイトスウェットシリーズの生地を使ってですね、まあ作られたアイテムなので、まあ、生地のクオリティはいいんですけど、じゃあアイテムとしてはそもそもとなところを、これプロのね、アパレルバイヤーの目線でいろいろレビューしていこうと思います。じゃあですね、アイテムの説明入る前に、このジユさんの商品ページの方のね、説明文の方を読んでいこうと思います。裏起毛素材を使用したカーディガン、膨らみのある肉厚な生地感とリラックスフィットシルエットで快適な着心地を実現しました。ベーシックの V 字タイプで着回し力も抜群、近所のお出かけに嬉しいポケット付きです。デニムやチュノとのカジュアルセットアップや、スラックス合わせの外しなど、様々なボトムと相性よく決まりますというところで、機能と素材についてところで、熱を外に逃がしにくい保温機能を作るので、寒い時期も暖かく着用できますということでございます。この機能面のところで今まで記載ありましたっけ？自分がちょっと見逃したのかな。保温機能ついてるんですね。もともとね、かなり肉厚な裏起毛のねスウェットになってるんですけど、ここに保温機能ついたらさらに暖かいよね。はい、ではですね、早速アイテムの詳細の方を紹介していこうと思います。まず生地の部分から触れていこうかな。まあ、生地の部分に関しては今までもですね、このチャンネルの中でも紹介してきたんですけども、じゃあ改めてご紹介していこうと思います。まず今回の使ってる素材ですね、こちらがコットン 82% とポリエステル 18% がミックスされた裏起毛の厚手のスウェット素材が作られたアイテムでございます。で、結構ね、GU さんのヘビーウェイトスウェットシリーズはですね、かなりチャンピオンのリバースイブだったりとか、あとロサンゼルスアパレルのパーカーだったりとか、ほんとね、海外のスウェットブランドの生地をですね、かなり強く意識された生地で作られていて、プラスですね、やっぱ表面も結構ザラつきのあるような生地感になっているので、アイテム的にはかなりカジュアルな部類に入ってくるとは思うんですよね。まあ、ただね、昨今のこの素材費の高騰だったりとか、人件費の高騰の中で、この生地を使って、パーカーとかスウェットですね、もう3000アンダーで展開されているっていうのは、正直バケモン級のアイテムで、この生地、本当にいいですからね。で、生地についてはですね、GU の定番のヘビーウェイトスウェットシーツが使われてるんですけど、今回色展開がこちらのオフホワイトと、あとはダークグリーン、カーキっぽい色ですね、あとブラックっていう3色展開になってるんですけど、スウェットシリーズの中の人気な、例えばこんな感じのアッシュグレーだったりとか、あとはこんな感じのモックグレーとか、そういった色展開はカーディガンにはなかったですね。ではですね、続いてデザインの部分について触れていこうと思います。パッとで見てもらったら分かる通り、アイテムがカーディガンタイムですね。今年のね、2023年の秋冬に関しても、やっぱカーディガンアイテムっていうのは、もう定番アイテムとしていろんなブランドがリリースされてま
して、例えばねオープニングさんの出したんですけど、こんな感じ、はい、黒のカーディガンだったりとか、まあこちらのアイテムに関してはこの V ですね、こちらが V ゾーンになってるカーディガンとしても、世間的にはこのカーディガンタイプの方が結構ベーシックとして受けられてる形なんじゃないかなと思います。いや、かなりカジュアルなルックスなアイテムだなっていうのは正直思いましたね。で、仕様的にはこんな感じですね。で、フロントがボタンで開閉できる仕様となっております。で、このボタンに関してもこれ同色のボタンで作られているので、あんまりボタンが浮かないような仕様になってますね。で、特にですね、このボタンの模様とかマーブルとかそういったものなくて、結構ベタっとした色味になっております。で、ここの前立てのパイピングの部分ですね、こちらに関してはやや太めになるので、まあ、アイテム的にも結構カジュアルなルックスになってるなという作りですね。で、結構ね綺麗めなカーディガンとかそういったものに関してはここをね、このパイピングとか前立てのところを結構細く仕立てることが多いんですけど、しっかりカジュアルな感じですね。なんかレタードカーディガンとか、結構海外で言うとこんな感じの、はい、ワッペン付きの結構ねこの古着に出てくるカーディガンとかあるんですけど、形状的なそういったものにかなり近いかなと思うアイテムですね。でですね、こちらのカーディガンに関しては製品説明文にもあるように、こちら、はい、サイドポケットが付いてるんですよね。バッグがなくてもちょっとしたお出かけに着ていけるよというところでですね、商品説明文もあったんですが、これ便利ですね。まあ結構ねニットのカーディガンでもポケット付けのものがあるんですけど、よりですねこの肉厚なスウェット生地で作られることで、このポケットの形状もしっかりするんでね、なんかニットのカーディガンとかだと、まあニット自体の編み地が結構緩かったりすると、ポケットは付いてるんですけど、物を入れると伸びちゃって、ポケットの部分が下からプッと出ちゃってるとか、そういったものもあるんですけど、まあ生地がガシッとしてる分ですね、中にいろんなものを入れたとしても裏地の部分がですね下に出てくることがないので、それはすごくいいポイントですね。でですね、このシリーズならではといったところだと思うんですけれども、これカーディガンなんですけど、サイドに、はい、こんな感じのリブがついてるんですよね。スウェットだったりとかパーカーにもついてるようなこちらのリブがついてて、カーディガンにほらあんまつけるとこ見たことないんですけどね。まあ、これがちょっと今回のジーンさんが出てるスウェットシリーズの結構特徴的なデザインなんじゃないかなと思いますね。なんかチャンピオンとかそういったところがスウェットカーディガン出すとしても、こんな風に出るんじゃないかなと言ったアイテムですね。で、あとは後ろですね。はい、特に仕様等はございません。で、裾だったりとか袖口ですね、こちらはリブ仕様のものが使われております。ね、このリブに関してはですね、ポリウレタン素材がミックスされてるので、伸縮性だったりとかそういったものは高いような生地となっております。はい、というわけですね、こちらのアイテムの素材の部分だったりとか収納部分ですね、デザイン部分についてのご説明は以上といたしまして、ちょっとですねこちらのアイテム実際に着用してみるとどんな感じかってところですね、動画の方撮ってるんですけども、着てみるとこんな感じになります。はい、ですね、今回サイズを XL で購入してるんですけど、やっぱりこのシリーズに関してはやや緩めのサイズ感にはなりますね。ただですね、この GU のこのヘビーウェイトスウェットシリーズですね、かなりサイズ感全体的に大きいんですよ。パーカーとかスウェットとかそういったものは大きいんですけど、まあ、それと比べるとやや小さいかなというぐらいですね。まあ、比較的大きなカーディガンなんじゃないかなと思います。なのでカーディガンのアイテムって結構綺麗めだったりとか、そういったね着こなしにも落とし込むことがイメージあることが多いと思うんですけども、まあ、こちらのカーディガンに関しては、まあ、生地感とアイテムのデザインも相まって、まあ、綺麗めな着こなしに落とし込むのは相当難しいんじゃないかなと思うので、まあ、普段カーゴパンツとかデニムとか、まあ、そういったものとね合わせるのが、まあ、一番いいんじゃないかと思ってて、商品説明文にですねスラックスの合わせにいいんじゃないかということはあったんですけど、個人的にもあんまりスラックスとか綺麗めなアイテムと相性良くないんじゃないかなとは思いますね。まあ、綺麗めに着たい場合はですね、まあ、スラックスとかと合わせたい場合はなんかこの選ぶサイズをワンサイズかツーサイズ落として割と細身にジャストにご着用いただければ、まあ、綺麗めに着れなくもないかなって印象ですね。まあ、自分としてはカジュアルに着た方が、まあ、このアイテムの良さがいけるんじゃないかなと思っております。でですね、こちらのアイテムがどんな方におすすめかなといったところをこのバイヤー目線のですねところで考えたんですけれども、動画の中でも言ったようにかなりアメカジライク、普段カジュアルな格好をしてる方にはいいかなと思ってて、しかもカジュアルの中でも結構正統派なカジュアルですね。自分的にもですね結構カジュアルな服装をするんですけど、まあ、カジュアルの中に結構モードの要素とか結構ストレートの要素が強かったりするんですけど、まあ、このカーディガンはあんまり正直着ないかなといったところですね。本当にアメカジライクでベーシックなアイテムなので、この GU のヘビーウェイトスウェットシリーズって本当幅広い方におすすめするようなアイテムではあるんですけど、このスウェットカーディガンに関してはかなりおすすめすることは限定的になるんじゃないかなって思いますね。なので手放しでみんながみんなにおすすめだよっていうアイテムではないので、まあ、気になった方はですね一回店頭で見てもらって、実際それを通してもらったら、まあ、印象が、あ、これめちゃめちゃいいじゃんと思う方もいると思うし、これちょっと自分着ないかなって思う人もいると思うので、ここは結構ねもともとやっぱジグさんこれ2990円で安いアイテムがあるんですけど、まあ、やっぱ着ないものを買ってもですねコスパ高くてもしょうがないので、一度細かくですね精査していただくのがおすすめなんじゃないかなと思うアイテムでございます。まあ、自分的には今回オフホワイトと、まあ、ダークグリーンとブラックで3色展開なんですけども、このオフホワイトがなんかすごい可愛い色だなと思いましたね。なんかデニムとも相性いいし、カーゴパンツも相性いいし、なんかねホワイト系のパンツを合わせてなんか全体に優しい色味で合わせるのがいいかなと思ったので、俺的にはこの色が一番おすすめだなと思いました。はい、といったところですね、一つ目のアイテムはヘビーウェイトスウェットカーディガンでございました。でですね、動画の中でも言った通りこのヘビーウェイトスウェットシリーズですね、今回新作2型出ておりましたので、続いて2つ目のアイテムの方を紹介していこうと思います。はい、それでは続いて2つ目のアイテムなんですけども、2つ目のアイテムはこちらになります。
じゃーん。はい、まさかのボトムアイテムの新作が出たんですよね。でですね、こちらのアイテムの正式なアイテム名ですね、こちらアイテム名がヘビーウェイトスウェットバギーパンツとなっております。でこちらですね、オンラインを見てみると丈標準目と丈長めで2つ分かれているので、まあ、お好みの方を選んでいただければいいんじゃないかなと思います。で今回自分はですね、カラーブラックを購入したんですけども、こちら色展開に関してはですね、他にもございまして、色展開に関してはこちら、はい、このアッシュグレーですね。自由なヘビーウェイトスウェットシリーズの中でも一番人気のカラーですね。こちらのアッシュグレーと、あとダークグリーン、さっきのカーディガンにもあったカラーなんですけども、こちらの3色展開となっております。なのでこちらのパンツに関してはカーディガンに合ったこのオフホワイトですね、そちらのカラーは展開されてない感じですね。ではですね、こちらのアイテム説明に入る前に、自由さんの商品ページの説明文ですね、読んでいこうと思います。説明文が、ヘビーウェイトのスウェット生地を使用したワイドストレートシルエットのバギーパンツ、センタープレスのタックを縫うことで部屋着見えせず、カジュアルユースで活躍します。カジュアルな合成アウターや綺麗なコートと相性が良く、ジェンダールックで着こなせるのも特徴です、といったところですね。ではですね、自由さんの商品説明文にあったところも含めつつ、アイテムのデザインだったりとか仕様の部分について触れていこうと思います。ちょっとディティール説明するときに黒黒と分かりづらいから、ちょっとカーディガンに着替えようかな。はい、ではですね、着替えてまいりましたので、このアイテム説明に移っていこうと思うんですけども、生地に関してはですね、まあこちら着てるカーディガンと同様のヘビーウェイトスウェットシリーズですね、の生地が採用されておりまして、コットン 82% とポリエステル 18% の生地が使っているアイテムでございます。なので生地の部分は同じなので、説明の方は割愛させていただいて、まあ、早速仕様の部分についてですね、触れていこうと思います。こちらウエストの部分ですね、イージー仕様のウエストとなっております。こちらウエスト一周ですね、前も後ろもゴム仕様となっていて、あとこちらですね、前開けとかそういったものはないですね。ジップとかボタンで開けられる仕様ではないですね。であとですね、最近のイージーパンツに関してはよく見るとですね、ベルトループとかそういったものついてるものあるんですけど、まあ、これはスウェットパンツというところのアイテムの特性上もあるので、ベルトループとかそういったものはございません。でウエストはこちらの中ですね、内紐の仕様になるんですけども、こちらで、ウエストを調節するような形になってますね。なのでウエストが緩かった場合はこちら絞っていただければ調整が可能なので、まあ、オンラインでも買いやすい仕様ですね。あとは紐がですね、中にかけてる形になるので、ウエスト部分に縫い目があると結構カジュアルだったりとかラフに見られがちってところです。無難に行く場合は結構内側に隠す場合が多いですね。結構なんかローコード長くとか、そういったデザイン的にプラスアルファ見せたい時は外に出すことが多いんですけど、ここは結構ブランドさんによって分かれる印象ですね。で仕様に関してはサイドにこちらポケットが、はい、両サイドについております。であと後ろポケットに関しては、後ろにもスラッシュポケットですね、まあ、トラウザーとかスラックスのような仕様のポケットがこちら、はい、片方についてる形になります。でフロントに戻りまして、まあ、このアイテムの最大の特徴とも言っていいんですけど、こちら、はい、ここにパイピングが縫われてるんですよね。なのでこちら商品名にはこのバギーシルエットスウェットパンツという記載ではあるんですけど、まあ、自分的には結構トラックパンツに近い仕様かなと思いますね。例えばニードルスだったりとか、まあ、アディダスとかそういったトラックパンツにこういったねパイピングが施されてることが多いんですけど、まあ、この GU さんが出てるこのバギースウェットパンツに関してもそちらがベースになっているので、まあ、そこを意識されてかなり作られてるんじゃないかなと思いますね、このアイテムに関しては。まあ、世の中のトラックパンツって結構スウェットシルエットものも多いので、まあ、このスウェットパンツに関してもスウェットシルエットじゃないですか。なので、まあ、実質トラックパンツですね。でですね、このフロントのタックが両サイドにバーっとストレートで入っているのと、で、こちら裾ですね。裾にはですね、こちらスウェットパンツではあるんですけど、はい、リブの仕様とかではないんですよ。なので、もっとよりトラックパンツ感が出ますね。普通のね、スウェットパンツとかのとこがジョガー仕様ですね、ゴムが付いてたりとか、あとはリブとかが付いていて、丸みの出るような絞られたシルエットになっていることが多いんですけど、これはですね、解放されたシルエットで着ることができるアイテムでございます。はい、といった感じでですね、こちらのアイテムの仕様の部分とかデザインの部分の説明以上といたしまして、まあ、実際ですね、こちらのアイテムを履いてみたらどんな感じかというところなんですけれども、実際履いてみたらこんな感じになります。はい。自分がですね、178センチの72キロで、こちらサイズに関しては L サイズを着用しております。で、GU のヘビーウェイトスウェットシリーズって、パンツ XL とかで買うと、本当に太いんですよ。普段の、こちらですね。はい。こちらの GU さんのスウェットシリーズが出てる、通常のスウェットパンツに関しては、普通にですね、ゴムが入った仕様になっていて、ルーズに溜まりができるような感じで着れるんですけど、まあ、こちらに関しては、なんかあんまルーズに履くより、まあ、ちょっと綺麗めに履いた方が、まあ、かっこいいんじゃないかなと思ったので、まあ、自分はですね、L サイズを着用しているわけなんですけど、体感的には L でも十分ややワイドなシルエットで着れますし、 M サイズでも全然良かったかなと思えるぐらいのサイズ感でしたね。なのでこれに関してはこのアイテムをちょっとルーズに履きたいか、ちょっと綺麗に履きたいか、そういったところでですね、結構分かれるんじゃないかと思ってて、まあ、例えば普段 L サイズを着てる方でも、ちょっとこのアイテムに関してはちょっとスラックスライクというか綺麗に着たいなって方に関しては、 M サイズとかね、なんならちょっと S サイズも履いてもいいと思いますし、1サイズ2サイズ落としてちょっと綺麗に履くのもいいし、あとワークパンツとかシェフパンツみたいにちょっとルーズに履きたいなという方に関しては、まあ
マイサイズを選んでもらったりとか、ワンサイズ上げてもらって、まあ、ルーズで履くっていうのも全然あれだと思うので、まあ、その人のファッションの毛色によって、結構サイズを変えていただいてもいいんじゃないかなと思います。あのですね、このヘビウェイトスウェットシリーズの中では、まあ、先ほど説明したように、裾にね、リブのついた通常のスウェットパンツもあるんですけど、結構俺このアイテム好きですね。汎用性が高いというか、なんなら通常のスウェットパンツって、やっぱね、履く人の層限られるんですよ。やっぱ裾にジョガーがついてて、ルーズなシルエット履くことになるので、まあ、いくら綺麗めなはずしですね、トレンドが流行ってるって言っても、いや、ちょっと寝巻きっぽく見えるなとか、ちょっと綺麗めな格好に合わないなって方がいると思うんですよ。なんでスウェットパンツ履いてみたいけど、履けないっていう人に、結構これのアイテムおすすめだなと思いますね。で、GU のこのヘビウェイトシリーズって、表面はね、若干カジュアルなルックスではあるんですけど、ただ、チャンピオンとかロサンゼルスアパレルとか、そういったものと比べると表面が結構綺麗めな仕上がりにはなってるので、こういったね、トラックパンツとか、やや綺麗めに着たいアイテムとの相性が自分的にはすごくいいと思ってるんですよね。なので、今回リリースされたこの新型ですね、このカーディガンと、このバギーパンツ、どっちもあるんですけど、自分的にはこちらの新型の方がおすすめだなと思いますので、ぜひですね、自分の一意見にはなるんですけども、まあ、店頭だったりとかそういったところでチェックしてもらったらいいんじゃないかなと思ってるアイテムでございます。で、今回色展開が今手元に戻るこちらのブラックと、あとはアッシュグレー、こうダークグリーンであるんですけど、まあ、自分的には、パーカーとかね、クルースウィットに関してはアッシュグレーを押してるんですけど、まあ、このアイテムに関してはちょっと切れ目に着た方がかっこいいなと思ったので、俺はブラックが一番おすすめだなと思いましたね。まあ、このアイテムに例えばエアフォースとか、そういったものをですね、合わせて、まあ、ストレートっぽく着るのもいいんですけど、なんかカーズだったりとか、ローファーとか、そういったものを合わせてもらってもすごくかっこよく履けるアイテムなんじゃないかなと思います。でですね、こちらのバギースウェットパンツなんですけども、お値段が2490円じゃないですか。っていうところで、このね、セットアップ可能っていうアイテムの説明文なんですよ。なので、今ね、既存で出てるクルーとかパーカーとか、そういったものと合わせるのもいいですし、まあ、このね、カーディガンとセットアップで着ることも可能なので、俺的にはですね、もちろん外着としてもかっこいいんですけど、まあ、部屋着としてもすごい活躍してくるアイテムなので、例えばこのバギーパンツになんかジップパーカーとかを着て、中にタンクトップとか合わせてもらえたら、すごくラフなですね、ルームウェアとか、ワンマイルウェアとしても活躍できると思うので、自分的にはそういった着方もおすすめなアイテムだなと思いましたね。はい、というわけですね、今回の動画では、GU さんからリリースされてるですね、この不屈の名作コレクションですね、ヘビーウェイトセットシリーズの新作のこちらのカーディガンと、これバギーパンツの方をご紹介させていただきました。今回ですね、新型のレビューの方をさせてもらったんですけども、まあ、既存の人気シリーズですね、クルースウェットとか、パーカーとか、チップパーカーに関しても、まあ、新色を超えてですね、今年2023年バージョンがリリースされてるので、まあ、そちらの方もですね、ちょっとわかりやすいように動画1本まとめると思いますので、そちらの方も楽しみにしてもらえたら嬉しいです。はい、というわけで本日の動画も以上としたいところなんですけれども、最後にちょっとしたお知らせの方をさせてもらえたらなと思います。前回こちらの動画ですね、はい、この自分の椅子ブランドのオープニングアクトからもう自分的にですね、もうブランド史上最高クラスの仕上がりと豪語させていただいている新作のカーゴパンツの方を作らせていただいております。そちらでも詳細の説明等ですね、こちらの動画の方でさせていただいているので、もし気になった方とかカーゴパンツ探してるって方に関しては、概要欄の方にですね、動画のリンク等を貼らせていただいておりますので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しく思っております。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画ですね、少しも面白かったとか参考になったと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネルの方お願いいたします。あとですね、概要欄の方に自分の TikTok と Instagram のアカウントも貼っておりまして、ヘビーファッションのニュースだったりとか日々の暮らしとかそちらに載せているので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。